灯籠山と花火、灯籠山人形が飾られている巨大な出汁が、見どころ飯田町灯籠山祭り飯田町灯籠山。祭り飯田町灯籠山祭りは、石川県珠洲市飯田町で、毎年7月20日21日に行われる出汁祭り。道町に鎮座する春日神社の神事で、神社における、本来の名称は、お鈴み祭りである。灯祭りは、 飯田町に鎮座する春日神社の神事で、関営年間の初期より370年余りの歴史がある。また、鈴市指定向け民族文化財となっている。1997年12月4日に、野と一円の切り子祭りが、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択されているが、その中の一つである。また2015年4月24日には、 明かり島う半島のと熱狂のり子祭りの中の一つとして、日本遺産に認定された。灯籠山人形のルーツについては、青森県の立ち寝豚、様々な祭り文化の混用、あるいはオリジナルから発展したとするものまで小説あるが、文化11年に、町の住人たちの働きかけにより高さ7から発見も、ある人形出しが最初に作られたとされている。王子は、全町内で7 高さ10から12尺の灯籠山があった。しかし、大正に入ると、電線の仮設により、灯籠山の引き回しができなくなり、出汁などに竹細工の人形のみが飾られるようになった。さらに、昭和初期には、祭りのメインが子供たちの手踊りに移り変わり、灯籠山は影を潜めることとなった。その後、しばらくは、記念行事や大祭のみで、灯籠山が作られていたが、昭和末頃には、 東祭りでも作られるようになり、平成に入る頃には八期の町内出しと2年に一度制作される、高さ約16メートル、重さ約5トンを誇る、灯籠山が毎年引き回されるようになった。なお、東祭りでは引き山を出しと書いて、山と呼称している。近年では祭りを本来の形に戻そうとする取り組みがあり、2011年度には2期目、2012年度には3期目と、 なる灯籠山を制作した。最終的には発揮ある出汁を灯籠山に戻し、王子の祭りを復活させることを目的に町会などが一丸となって取り組んでいる。祭りは7月20日からの2日間だが、前日の19日には前夜祭り、四山運行が行われており、20日の夜には花火大会も開催している。また、最終日の21日は深夜まで行われ、解散式典はほぼ、 翌朝となっている、飯田町灯籠山祭り保存会及び飯田町、祭礼委員会の灯籠山のほか、各町会の出し発揮が祭りに参加する。近年では、各町会の出しで、灯籠山人形を復活させる動きがある、町会名、文化財一覧文化遺産オンライン、これまでに認定された、日本遺産一覧 AB 公式サイトより、ありがとうございます。